頑張ってます。レザー工房。そう。レザー工房ですね。前からやりたかったんですけど、一番やりたがってたのは、テンさんです。かわいそう。テンさんは一番やりたがってたんですけど、ドイツの名物レザー工房でレザーの装飾品を作ってまいります。はい、でこちら先生。先生が。どうもよろしくお願いします。いやかっこいいですよ。これ。このお召し物いやいいですね。やったことないですね。全然全然ね。これってなんか焼きいやもう刻印叩くだけ。あ、そうなんですね。ここ見てみて。こういうはいはいはい。こういうのに。刻印。これをガンガンガン押すんですよ。あ、そういうことか。これ焼くんじゃなくて、叩くとこういう風になるんだ。2、3年経つとこんな色にだんだん茶色になってくる。味が出るってことですね。そう。皮も本当そうなんです。皮もデニムもそうなんですけど、その人のその形になっていくんですよ。そうだね。色とかが。デニムとかもそうじゃないですか。その人の着方に色になってくんで。なんすか、俺すごいいいこと言ってるみたいになってる。そうですね。要するに早くね、茶色にしたいときはどうするかってしてる？わかんないです。汗がいいです。じゃあちょっとやっていきましょう。はい、はい、じゃあなんかみんな、なんかエースも作りましょう。じゃあせっかくだから、うん、そうですね。で、なんか自分のじゃあ一つ、うん、作品を作って、はい、帰りましょう。そうしましょう。じゃあ先生、よかったらよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、行きましょう。サンディアセンターでね、こういうの入れるんですよ。すっごいな。すごい。ここも塗ってるんですか？いや、これ塗ってない。これもね、やっぱりだんだん茶色になってくるから、これも全部。これってそのミシンでですか？全部手縫いですよ。手縫い。すごい綺麗ですね。いや、ほんであそこで取ってあれば、どうもね、どうも、これ見てください。これ、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 あ、これでもこれ、危ないからさ、こうやってね、こうやって。これセンスも問われますよ。うん、いや、楽しみだ。そう、だから作りたいもので先生、すごいな、センスとあるってすごいことだよ。もうすごいプレッシャーになるよ。すごいなよ、これ君これ、ここで撮ったんですよ。これ別にクラフトじゃないです。これはクラフトじゃない。天然なもんな。天然ですよ、これ。作っていきましょう。いや、選んでください、本当に。叩かなくていいね。どうすん。いや、俺ね、もうエースカラー来ちゃったんですよね。あ、小銭入れ？はい、コインケース。はい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 。コインケースの場合は穴開いてって、その紐通していくだけなんだ。そう、はい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 。で、あと、このなんていうんですか、うん、ボタンね。あー、なるほど。こういう感じで、多分お手紙できるよって。トトロキさんは？トトロキさんトトロキさん、え、ブレスレットもいけるんですか？あ、ブレスレットも。どうしようかな。難民、ドイツ難民どうすか？難民、もう難民じゃないです。そうすか。いや、自分のカラーがね、あったんで、まあ、これそうなん、意外とちゃんとみんな色あるっていう。だいたい1センチぐらい余ってるのが一番いいの。あと紐で閉じて締める。いや、分かる分かる。音楽の方がいいですよね。そうそう、なんか革の色好きでさ。そうなんですよ。分かるんですよ、ね、そうなんですよ。そう、なんかそういうやつ好きそうだよね。好きなんですよね。バイク乗りだし、好きなんですよね。分かる分かる。俺もこっち側がちょっと気になるな。こっちの方やっぱこれ肩も押せるんで、うん、やっぱより自分の作れますよね。そうね、確かに。もう面白いな。あ、こうか。はい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 。これはさ、もうこうやってここ選んでもらってさ、こうやって差し込んで、差し込んで、こうやってもう打つだけ。はいはいはい。こういうふうにって。おー、これはね、もうそのままで。これはそのままで、これはこのままで。おお、こんな感じ。これだけあるということね、一応。ああ、なるほど、種類が。うん、種類がある。あ、これオリジナリティ出すんだったらこっちだよね。こっちだね。ペン落としてた方がいいよね。こっちにする。
やっぱこっちにする。確かに。あとこの辺もつけられるしね。そうそうそう、これかわいいな。石オッケーオッケー。ブレスレットにしようかな、うん、そこに名前入れて。いや、そこはちょっとね、今どうしようか今考えてる。あれはあれはね、キーホルダーやね。もう書く、書き、あ、やりたい。やっぱね、ヌメ革も好きなんよね。こう、だん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 こう色味変わってくるのが。で、これ最初の段階で結構もう色あるから、もうこっからちゃんと選ばなきゃっていうのが。なるほど、なるほど。そここだわりたい。こだわりこだわりたいこだわりたい。やっぱこう、分かれてるやつがいいな。こういう風に僕の財布、ちょうどこのへ、まあ、これヘビのやつなんですけど、なんかちょうどね、ここね、みそぼらしくなってきて、これにつけるの。そのおにゅうを。だいぶやっぱ人数たってしよう。いや、それ僕、クロコダイルですよ。ああ。ここだけクロコダイルなんですけど。あ、そうです。そうなんです。もう結構だいぶもう、そうですよ。年季入っちゃって。そうですね。いいよね。ほんと、いろんな形あるから悩むんですよね。いや、ほんとにほんとに。これ、センス問われるからね。ねめっちゃ同じやつでめっちゃ悩んでるやん。そう、これやっぱ表情違うから全然。なるほどね。やっぱ俺この2つでいこうかな。色合いってこと。そう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 。金具はこれ金色にして、そう、あと二重リングを下にあるでしょ。ほら第9章であるから、これ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 ね、これ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 、あ、こっちか。あー、もうこれついてあれなんだから。いや、き、いや、これだな、真ん中だな。かぼったのマジでどうしよっかな。これもそういうことね、自分で。そう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 、ね、こういうことね。あとこれ、これリン、あのフックとアクセルのリングリングやるみたいね。そうですね。そういうことし。いや、迷うなぁ。スーパーの方が案外人気あるからね。こういうとこ大マジね、これ先生です。レザーマスター、レザーマスター、久しぶりのマスター。いや、マスター、いや、もうマジでマスターです。ドイツマラン、ドイツマ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 ン。ちょっと、かっこいい。はい、かっこいいって、これも案外かっこいいんだよ。まあまあ、そうですね、うん、うちのハローはちょうどそういうこういう形の。あ、そうなんだ。あ、これです。こういうの選んでる。いや、これ渋いな。星ありだな、星あり。バイク好きだね。これありだな。バイク好きだね。星ありじゃな。ありじゃな。あれ、マスター映ったな。これちょっと大きい。いや、大きいのもいいな。いや、でかくてもいいと思う。でかいのもいいな。なんかこれだ、俺決まった。なるほど。もう棒にこれ入れるだけ。うん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 。見てみますね、実際。そこでこの赤く持ってけばいい。バッチリ。バッチリね。もっと。はい、どうぞ。おお、こうなるわけね。そう。で、薄いと思ったらもう一回同じ位置にはまるから。うん。もう一回はめて、もう一回で、だんだんほぐ。じゃあもうちょっとガンファイぐらいね。それぐらいがいいな。ああ、いいな。いや、これ本気で悩む俺。別に悩む。いや、面白い面白い。ちょっと悩む。まあ、僕の段階だからね。それだけね。まあね、これが一番人気あるの、これが。こっち。このやつが。ああ、はい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 。何文字も入れないんだったら、こっちの方が人気ある。確かにな。バーンと、ここにね、1個とか2つ打てばね、案外、あれが打てるんですよ。はあはあ、この模様がいけるわけだ。これが周りにいっぱい打てるの。キーホルダーはキーホルダー。いや、最初ブレスレットにしようかなと思ったんですけど、本当になんかこういうのってなんかプレゼントしてあげてもいいよね。あ、確かにそう。こういうタイプだね、あとはこういうタイプ。足がこれ、いや、システムがいいな。あの、止まらない、止まらないっすなんだ。やっぱ基本マスターは基本止まらないっすよ。レザーに熱いっすからね。レザーに熱いっすよ。金だったらこういうの、金だったらこういうの。あー、いいな。いや、取れないとおかしい。いや、何入れよう。迷う。わぁ、ちょっとあの、はい、ターコイズ入れる。あ、ターコイズね。これから入れてください。まあ、こんなのもあるね。あ、まあ、今なんか逆にこれもいいかもしれない。ターコイズね。でもターコイズレーザーってもう王道じゃん。王道、王道っすよ。王道。え、ターコイズレーザーね。ターコイズレーザーも、いや、でもね、ハロー、これ、これいいでしょ、これ。ハローはそうだね。これって、これ、このちっちゃいの、ここ、こうやってできます。それはちょっと難しいからなんじゃろうね。あ、ちょっと待ってね。はい、はい、ガンガンすね、ガンガン。それで無理だな。いい、はい、元でね。はい、元で戻る。おおおおおおこれ、そんぐらいいくの。これはもう大きいから綺麗でしょ。おおおがっつりがっつりいくんだ。それは何なの。それはあの、こういう系。あ、そう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 。やっぱどうしてもこの水色入れたいなと思って。確かに。
ちょっと全部決めながらやった方がいいんですけど、なんかあれでちょっと配置してみて、色合いをちょっと見たい。色合いをこれやってみて、やっぱ先生いやいこれって先生が飛び交うなこれね、メーカーって、ね、やる最初いろんな色あるのよ、これ黄色っぽい色とか。なんでもよ、まあこう見て、こう見たらあるよ、見えるよ。そう、そんな感じだね。あ、すごい、あ、結構綺麗に入ってる。で、こう、真ん中に星を置いて、まあ、今ここにより数字量が載ってんの、自分のラッキーナンバー。え、今何よ、ラッキーナンバー、ちなみに何番かな。1番、うん、11番と9番俺のラッキーナンバーだよ、これ数字はね、今後打ってください、これで。で、これで下でもいいですか。しっかり見てください。これどっちがいいと思う。これいいんだね、これしっかり見てください。うん、こっちだけ。はい、OK。 あ、なるほど。しかし、みんな真剣だ。これこれ、こっちこっちね、これね、はまるから、はめて薄いようにちょっと傾けてください。はい、いや、いい。まあ、じゃあ、ちょっとはまるよ。はい、よし。で、これでやったぞ。ここで頑張ってもらえます。ここに青いように、こう、いいところでね。上やん、え、ずれてない。こう、あ、そこ、ほら、ガンガン向き、よいしょ。いや、いいじゃん、かっこいい。めっちゃ嬉しそうじゃん。めちゃくちゃかっけえ。ね、なんか綺麗やん。お、あ、そういうことか。え、そう、それでもう決まってる、コインケース。おお。コインポイント、コインポイントね。ちょっと紐、これで OK。 もうそれだけで、ね、道具は、はい、OK。 道具じゃないですからね。で、ここからね、よし。で、二つ目からはこうなるからね、ちょっとこう斜めに入るからね。あー、かぶせていくやつだ。そう、ほんで均等にこうしながら、ほんで入ったらちょっと引っ張る、あんまり引っ張ったらパシッといけるから、ちょっと引っ張ってくださいね。はい、ちょっと引っ張ってください。うん、どう引っ張り方どうかな。これちょっとダメだな。え、ダメだな。こういうの一番苦手なんや、小手先の作業。いや、苦手そうやね。絶対無理よ。こっからが勝負なんや。ここどうすんの。ここを引っ張りつつ、こう動かしつつ、均等に調整していくっていう。でもまあまあまあ、手作り感あっていいよね。あ、でも綺麗よ、ここまで。だよね。うん、そうそうそう。それでもしゃべるんですね。できた。おお、綺麗ね。先生、はいはい。もう青にして、で、この金具もそれシルバー。はい。で、ちょっと自分のカラーだけ入れて。うん、お、似合う似合う。これコンバスの使い方も知らないのかい。おお、どうぞ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 。これをどう。でもここで、ここで。いや、わかりますよ。やっぱり、ほら、何を言う。わかんないじゃん。いや、大中の。ちょ、いいね。こっちの方がいいから。どっちから俺。似合うわ、かっこいい。職人の姿が。職人じゃねえ。先生もお気に召したようで。気になるなぁ。仕上がったらこれどういう、多分見てると違ってな。そこちょっと面白いと思います。チンはこう近すぎるから全体視ができないんだろうな、本当に。曲調的にやってバランス悪くなるんだろうな。最初に多分浮かんでないんだろうね。最終イメージを。ボロめっちゃ言われてるよ。先生ボロくて言われてるっすよ。どうすか。いや、これ均等になったっすよね、結構。あ、なってるね、これでこれで。ゆうゆうね、うちがだ。ちょっと、ここや。はい。うん、コインケース。で、これはもう。おー、かわいい。これはこれ。これいいね。まずこれいい、ね。でも、コインケース欲しかったよね、ちょうど。お、で、今度ここに。これじゃまあ。はい、完成です。え、綺麗、綺麗。だろ、うん。これ引っ張るだけでよ。こんな感じですかね。はい。誰から見せてくれます？2枚ぐらい。じゃあ、はい、ハローから。ハロー。はい。あのね、キーリング作って、うん、じゃん。
めちゃくちゃかっこよくないですか、シンプルで。シンプルイズベスト。めちゃくちゃかっこいい。 H はハローの H。 そう、ハローの H と、うん、1109っていうのがハローのラッキーナンバー。おー、星つけて。あの、地味にこの文字ずれてるのはあの一見悪そうだけど、俺は結構こういうの綺麗だと思う。味が出てくる。まあ、ほんと味っすね。で、これで今だってなんかずっと使っていくとどんどんこう、そうそう、色がね、なっていった時に多分このズレとかって多分いいと思うけどね。それがね、楽しみだよね、これが。早速もう手汗すごいから、そうしとかなきゃ。油でね、油でね。あ、そうそうそう、勉強だったから。勉強だったから。あ、おでもちゃんと拭いてあげてください。ブレスレット。おう。で、一応ジャニーの J 入れて、あとカラーのタコイ水色。これJJ JJ ジャニー J。 いや、どっちももうジャニー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 ってことね。ジャニーをあの主張したいと。主張したいと。うん、でもこれすごい。え、これ星一個ずつもさ打ってんの。星一個一個打ってる。すごいね、めっちゃ綺麗だね。見てますこれ。いやいや、横でずっとなんかぼやいてる。なんすか。でも星これ綺麗ですね、これ周りに。あ、これ自分遠くに来る。遠くに来る。うまいわ。ちゃんとこだわってるんだね。それつけてみて。あ、それ紐で調整するんですか。あ、え、そう、紐で調整するんです。へー。あ、そうなんだ。へー、なるほどね。だからまあこれでね、まあ調整して、はいはいはい、抜けることもないし。なるほど。あ、めっちゃいいね、ジジ。はい。いや、すげえな、マジで。これはね、ちょっと途中から見せたけど、クオリティがもう高すぎる。こんな感じです。せっかくなんで、ちょっと石を。で、やっぱ白なんで、うん、あの、ゴールドじゃなくて、あの、シルバーの方使って。なるほど。こういうのこうついてるといいかなっていう。いや、いや、すごい。これすごいですね。セイさん、すごいですよね。これどうですか。紐がいいよ。紐がいい。紐がいい。この紐つけたらいいな。まあ、今までそんなことできなかったらね。へー。太鼓判ですよ、厳しい先生も。そう、先生なんかこっちが結構厳しい。厳しかったんで。なんか分かんないけど、声で聞くんで、コンパスの使い方も知らない。いや、さすが。じゃあ、チン。はい。はい。どっち見て。まあそうですね、ママへのプレゼントです。ママへの。でもキーホルダー。はい。でもいいじゃん。いいよいいよ、いいじゃん、いいじゃん。何がそんなに嫌なんですか。空気を読めてないところなんですか。いや、もうこれ以上やめてください。はいはいはい。ちなみにエースこれで。あ、そうです、可愛いよね。エースカラーこれ、これいいわ。あ、いいいいケース。あの、普通にシンプルにいいと思う。普通に。でもちょっとこれ可愛いですね。可愛いっすよね、色が。これ、あ、足跡選んだのちょっと可愛いですね。これちょっと実際に使っていこうかなっていうぐらい。エースカラーだし、ここだけ自分でこう縫ってこうやったんですよ。え、どこだけ。ここ、まあ、他は先生なんですか。他はまあ、あ、全部自分でやったんでしょ。全部自分だったんだよ。いや、本当に。あ、で、ここ止めたのか。なるほど、へえ。そうで、破れないからね。で、これもつけて、つけて、つけて。これ、フェルトと革で合わさってるんですか。え、まあ、でも、それまで全部牛が全部、あ、へえ。はい。エースはこんな感じですね。いや、どうでした作ってみて。楽しかった。楽しいっていうか、なんかそうそう、どうしようかなって考えてやるのもすごい楽しいですね。あともう何も楽しい、でも先生が楽しい。先生がね、すごいすごい。一生懸命やってるんで、どんどんパワーバーって。どんどんパワーバー。もっともっともっと。いや、本当にでもすごい楽しいです。いや、楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやいや。じゃあ、またね、こういうのやってみて。はい、ぜひぜひ。これドイツ村に来たら、まずここ寄ろう。まずここ寄ろう。そうですね。まずやるやらないじゃなくて、まず先生に挨拶。ご挨拶しに。ご挨拶してから、入園料払って次ここっすね。いろんなやっぱマスターいるんですか。やっぱゴルフマスターとか、他に何マスターいましたっけ。マスターがやっぱ中々いたじゃないですか。酒マスターもいました。酒マスターもいろんなマスターいたんですけど、レザーマスターで今まで多分一番パンチ強いっす。一番パンチです、パンチだけに。はい、ということでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。